確実に覚えてないやろけど、久しぶりに帝王様見に来た。あ、ドロシー引いた。しかも、マナリアの知識とマジックミサイル。であれば、まあ、これはもう確定でええか。嫁に当たっていく。嫁に当たっていく。こう、序盤にドロシー引けるとやっぱいいよな。多分前のドロシーウィッチみたいな。まあ、知識やろ。で、魔法剣もちゃんと引いてる。相手の名前草。だって、愛のなんとかやったっけ？愛を求めるもの。愛を求める A ランク。ヒルレインか。でも、アンリミのドラゴンやったら多分、フェイスドラゴンやんな。わからんけど。まあ、防刃でええかな。防刃行こう。多分、アンリミのドラゴンやったら、フェイスドラゴンやんな。わろたわらわら。けど、フェイスドラゴン使うのも全然悪くないと思ってるから。でもなんか、その新環境とか新弾出てからのフェイスドラゴンはちょっとわからんのよな。シャシャシャに愛を求めるな。あ、リンレムさん、コンチャキヒョルって、マジか、それなんか甘くないか。知恵の光。はい。いや、今の吐息はちょっと、しかも強信者引いちゃった。で、結構安定するんやな。ドロシーがこんくても、強信者とか、魔法剣とかでいけるから。リンネム参考じゃ。はい、アイラ。やばいな、この人。めっちゃ初心者やん。大丈夫か？初心者のなんか塊みたいなの出てきたぞ。だったらマジックオール。で、これまずマジックミサイル撃ってからやな。撃ってから、当てるっていうところやな、まずは。はい。うわマジか。マジックオールで殴ると。まあ、魔法剣とかはまあ、この辺使ったらいいけど、やばいな。ドロシーが2個制。でもドロシー出したくないな、これ。ドロシー出したくないんやけど。水流神の巫女。ってことは、アイラー進化。あ、でもアイラー進化使わんねや。ミクロさん風大丈夫ですか？雫が落ち、大会溶かす。でもこれ、いや、ドロシーは出さんよな、どう考えても。絶対出さへんよな、これ。かといって魔法剣とかもクソ弱いんやけど。いやーでもこいつらはな、今せっかく下げたところやからな、ドロシー出したい気はさまさまやけど、2位になって4やから、結局でもこれ、ウィンドブラスト1なんか。いやーでもドロシー出すしかないんか、これでも。キスでキスマーク、キスマーク、キスマーク。まあ、とりあえずマジック、マジックミサイルは確定やろ、これ多分。こう行くのは確定で。ドロシーもちょっと伸ばしたくない。エレノアか。でもエレノア低いんやったら、まあ一旦待って。でもええんか。いや、出さへんよな、普通に。普通は出さへんね、普通は。これも2位っていうのがいやらしいよな、エレノア。まあ、相打ちしてでも、いや、ドロシー出してもメリットないもんな。これ、ウィンドブラストで。まあ、相打ちでええか。まあ別にいいよ、相打ちで。別にすぐに盤面取り返せるし。天の外にも。うん、消えろ。いや、出さへんって、絶対、ここは。こいつら出してからやな。まあ、あんまりなんか最初になんかドロシー引いたメリットがなくなってるけど。お、ヒューミー、ニカイドウさん、こんにちは。展開できないから出した方がいいんじゃね。次のターン、もう展開できないから出した方がいい。いやー、まあそうなんやけど、いやーでも、いやー出さない方がいいな。ドロシー出してもだって、水粒子進化で取るってことある今の。あんま強くなくない？ゼロコスで使えば需要ないことない。まあ確かに。精神統一。で、ここら辺も全部打ってきたけど、相手のなんか、弱いな、カードが。しかもこいつらもなんか微妙な感じになってるし。とりあえず精神統一打つか。もう一気に並べたら多分勝ちやけどな。集まらないね。知恵の光。でもなんかその、クルエルドレイクとかで取られる可能性があるっていうのが若干怖いよな。
サタンでしょ。5点6点まあ1、まあこっちいらん。いやでも打つのはもったいないけど、まあスペル下げるんやったらまあええか。試験前勢この放送多いの。まあ刃次のターン出したいけど、でもこれ5体いるんか。1枚出してもええな。でもまあまあええか。まあターンシュレディア出していい。え、出して、いや、まあまあ、ちょっと、様子見よう、様子。顔いけ。いや、様子見よう、様子見よう、ここは。お祈り100回。ああ、フォルテはやばいな、フォルテやばいな。これ、フォルテ進化切ってきそうやな。センターだからか。乙姫。今日通知来なかったけど、フグは、まあ、フグはにしとくか。次行こう、次。てか相手乙姫出すとか絶対なめぷやん。もう明日センター試験な。1月の19なんや。いやもう乙姫出すとか絶対なめぷやん。こんなウィンドブラスト出さんでええやろこれ。でこっからちょっとぶ一気に駆け抜けていきたいから、まずこれで取る。センター前日までインフル。わら。しかもなんかこれスペル系もなんかもうほんまもったいないわ。こういうのもったいない精神。しかも相打ちすらできひんしな。これせっかく貯めたのにこれ全部消えちゃうっていう。でももう行くわ。もうでもこれこうやろ。私は貴様らを許容しない。逃げるなよ。切る。ウィンドブラスターもうええかな。いやーでもお腹いっぱい。いやーでも打つのもあり。いやーないな、ないな、ないな。もうこれ使って早くしないとドロシーやってからも時間かかるからね。まあそうなんやけど、もう、もったいないって、こいつら、マジで。なんでこんなもったいないね。でも、ニコス人に失踪やから、アドトレというか出しとくか。よろしい、次でも良さそう、失踪だけ走らせよ。これでも、全部破壊されたって考えると、ちょっと、やばいことなりそうやけどな。まあまあ、ええか。全部出しておいて。私は貴様らを許容しない。こんちゃ、明日センターなので応援してください。またドロシ。しかも、魔法剣も引いていく。知恵の光。めっちゃ回るな、これ。いや、間に合わない。5で9。何点出るんや、これ。やばすぎだろ。5、9、10。え、何本これ何本入った、相手。7、11、16点失踪出て。7ターン目に16点失踪とか、頭おかしい。あ、ガーキさん、こんちゃ。あ、ピカス、こんちゃ。また輝きお制度。あ、書物頼むさ、こんちゃ。愛な警戒。あ、帝王信者とは、こんちゃ。盤面。もう取れへんやん。強すぎて取れへんやん。あー、でもそれ取れんのか。騎士。5、6取る。でももう一発ドロシーいけるからな。まあでも多分終わったやろ、これ。終わった終わった。てかもう勝ちやわ。この盤面で勝ってるわ。番目。で、1、2当てる。ただ、それは破壊になる。やっぱ、ドロシーウィッチ強いな。まあ、敗北認めていく。まあ、てか、盤面で勝ってんのか。スパチャできなくてごめんなさい、土下座。消された。帝王ドロシーってよく使うの。ドロシー、昔めっちゃ使ってたけど、最近は使ってないな。昔めっちゃ使ってたで。精神統一は残しとくか。鷹の花親方も消されたぞ。ムクロ使えよ。バラン。やつ、高校やから、虹の渇きでなんか、ゴーレマサルト、ゴーレマサルト入れんの。はーんで消されんの、マジか。今度こそバチコリ勝てよ。ハーンで消されんの。鷹の花親方も大概やばいやつ。ハーンで消されるの。ナオミ草。ナオミリ夫人に消されてて草。タイムアウト。ワンはいいやろ。わら。ハーンで消されるの、マジか。ナオミ衆。マスター。ゴーレムおらんとしごないだろ。ミラー勝てんぞ。やっぱゴーレマサルト入れるべきなんかな。なんでスポーツマン気取りは変なやつ多いんだろ。スカルビースト、ワンチャン、
みんな望んでるムクロノオかもしれんで、これ大阪の帝王、ナオミのモサ。てか大阪で草なんやけど、大阪じゃないんやな。大阪で草なんやけど。一点ベレン、もうベレンストロ小賢しいな。ナチスの科学力は世界一位。運命2枚、うん、まあまあまあええわ、まあ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 、オッケーオッケー。帝王のザーメンでスキンケアしたいな。あ、渋谷さんっていう人、ちょっと気持ち悪いで、ちょっと、あ、消されたな、ナイスやな。金も。二度蹴り、三度蹴り。アンティーク。切った。草。キモくてタイムアウトしちゃった。ベレヌス。パンパンちゃんおなら。ここはなんか精神統一行きたいところやけども。アドロシ来たか。ここにこう。スパイケリを超えてて草。なんで同じカードばっか来んねやろな、これ。ルパン三世超えたやろ。うん。アキオは例外で草。いや、で、運命、まあ、運命、なんかもったいないな、ドロシーいるのに運命。なんか手札増やしても結局枯れちゃうやんか。ルパン三世意味不明で草。なんか、いや、運命で手札増やしてもドロシーで消えちゃうからな、5枚まで。やめてよ、大腸が爆発しちゃう。はい、ここはエレノアかな。あ、エレノア、エレノアで、ウィンドバラストさん、あ、ウィンドバラストさんやるのかな、これ。こんばんは。もう、こんばんは。ナオミはいいキャラよ。ドンキで買い物しながら聞いてる。ドンキで何買ってんやろ。てか、なんかよくドンキで買い物って聞くけど、ドンキで何買うの？ドンキホーテとか、なんか、イベントがある時ぐらいしか、なんか買うもんなくない？なんか、たまになんかご飯買ってる人いるけど、ビビるわ。ドンキじゃん、スーパーでなんか飯買えよと思うんやけど。いや、なんか安いんか知らんけどさ。なんかドンキで買い物してる人いるんやけど、たまに。味の素の冷凍餃子。大人のおもちゃ。ああ、ドンキで消耗品。ああ、そうなんや。え、みんなドンキで何買うの？みんな。じゃあ、食品以外で。でもまあ、ドンキ結構いろんな売ってるから、結構楽しいけどな。うん、まあ、それはわかるけど。ドンキメガネ。じゃあもうドンキ行くんじゃないの？いや、ドンキ行かして、ドンキ行きたい、ドンキ。ドンキ、ドンキ。楽しいのはわかる。楽しいやな、ドンキ。いけないもの。女の子の下着。きっしょ。ペンが買う。シャンプーとか何でも売ってるぞ。あ、そうなんや。部屋着とか安い家電も買うで。あ、部屋着ドンキで買うの？それは初耳やな。は女装用品買うだろ。ちょっとこれ手札がマジでやばいな。下着泥棒メガネ。飲み物安いぞ。ドンキ近くにないんやな。待て、これこれ打つか。ちょー、微妙すぎてなんかちょっと、やばいんやけど、精神がおかしくなりそう。あー、雑貨？雑貨買うんや。こんちゃ。私は貴様らを許容しない。はい、相打ちになっていく。ターン終了でいいかな。アリスさん、こんちゃ。こんばんは。アリスちゃん、こんちゃ。アリスさん、こんちゃ。さあ、肋骨。アリスちゃんペロペロ。アリスさんこんちゃ。なんか真実の狂信者もなんか微妙やな。もっと頑張ってくれよな。微妙やな、ここら辺も。こんちゃ。お金ちょうだい。ドンキは香水もええで。ねえ。300秒長いな。はははは。あ、中さん、こんばんは。次、エレノア進化使って盤面取るか。戦域の執行者の方がいい。中さん、こんちゃ。あ、ランナーさん、こんちゃ。ランランさん、こんちゃ。ドロシー。でも、なんか、いや、でも、真実出した後やな、ドロシーは。卵さん、こんちゃ。ランランさん、こんたや。プレドロシーは小賢しいな。
長ない肋骨。長い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 。使われるとで全然違う。長い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 。ムジョルさんに救われてくれ。長いぞ。何しとるんや。ポケット Wi-Fi って使える。え、YMAX とかのやつやんな、確か。え、YMAX だったっけ？じゃあ、UQ モバイルか。帝王を救いたい。あ、タンクトップさん、こんちゃ。おそろう対決しろ。長いぞ。タンクトップさん、こんちゃ。え、肋骨何もないとかマジで言ってんの？いい加減ドロシースキン引きたいぞ。え、肋骨何もないとかやば。タンクさん、こんた。でもなんか微妙やな、これ。エレノアで、真実下げて、ゆうちょ銀行。まあ、進化使うやろ。強信者下げたい。強信者下げて、で、運命でドローして、マナリアの知識。ミクロさん、キテレツさん、こんちゃ。まあ、これ打つやん。まだ、うん。まあ、まだんかな。帝王を救いたい。なんか微妙やな、でも。なんか微妙やな。とりあえず真実ゼロにしてから出す、こいつら出したいけど、なんかドロシー来てんのもなんか嫌やな。GG さん番茶。ヘクター。あ、でも上限いっぱいまで出んのか、これ。GG さん番茶。あ、に、やりたいか。なんか噛み合わない。オッケー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 。次大宇宙しましょう。すなぁ。GG さんこんちゃ。6点まずいくやん、これ。ランダン3枚言うて、E3色パンパンさんこんちゃ。殴って、運命。GG さんこんちゃ。マジコールか、勝ちました。マジコール。GG ちゃんペロペロ。もう手札超過してもええか、これ。あ、だからこうしよう。こういって。はい、出す。で、一応これもまあ、コスト下げるために言って。あー、もう魔法剣とか来てほしくないから来てくんなよ。URL を押しても被害者になれません。はい、戻ろし、行くと。あー、マジ、まあ、でもなんかちょっと微妙やな。微妙やわ。なんかあんまり満足いってないな、これ。外国人来ないかな。これ行くやろ？んで？アキオさん、ぐちゅぐちゅ。演出な。スポンサー荒らしてて草。で、こいつ出して、いや、やばい。びっくりした。やばいやばい。やばいやばいぞ。13点。いや、失踪持ってなかったらわかるけど、なんで57失踪が2体も出てくるの、おかしいやろ。あはは、かわいそう。かわいそうやな、こんな。いや、強い、いや、3号進化しなくても強いもんな。勝ちました。マナリアよりも大宇宙してる。ただこれ一回ももう負けられないよな。いや、むずい。マナリ、てか、アンリミグラマス、てかグラマスじゃない、グランプリ難しいな。はい、目視録。アンリミやったら目視録もあんもんな。今日は落ちます。皆さんお疲れ様。あ、書物、ただのさんお疲れ様。レアリティに対しての強さが比例してねえ。確かに。キマイラ強いと思うよ。シルバーでもええと思うけど。ナオミ来た。わら。ナオミさっきも来てたで、ナオミ。いや、結構さっきから。やっと復活した。先行。なんか普通やったら知恵の光も残すけど、やっぱり下げるカード引きたいよな。帝王のザーメンでタイ洗いたいな。また言ってる。はやさん、お疲れ様です。エレノア。エレノアで導き下げる感じかな。ニコス、フォロワーなんか、ゴーレムあたりが来たらいいかな。おやすみ。スポンサーのメリット1。可愛らしいスタンプが使える。やばい、めっちゃ死体蹴りされてる。大安売り。あれこれ、あれか、スパルタクスの出来かな。マジックミサイル。URL 省略。以下略。真実の強信者を引いていく。
おすすめは DHA と紙おむつ。あ、これスパルタクスじゃない、大安売りってことは。もしかマゼルベイの可能性があるけど、マゼルの可能性は。 iPhone を URL 受会社や富士通。あ、でもベルエンジェルやったら確かにさすがにスパルタクスやな。超いささ天敵古法、首先はツインザイ右志的インソの以下略、多分スパルタクスやな。失礼。スパルタクスは8ターン目でリーサーだと。最近風邪ひいて喉がめっちゃ痛いんよ。いや結構普通に喋ってるけど結構喉がイガイガしてんのよな今。いつもと声違うかな自分。なんかめっちゃ喉痛いよな今。インフルになってしまった。いやインフルじゃないんやけど喉が痛くてしゃあないよもう本当に。知恵の光かな。いや違う、精神統一からか。帝王風邪薬欲しいものリストに入れたら。いや風邪薬は自分で買うわさすがに。なんかそんなに。明日センターや。よし、スパルタクスとか強いんか相手。これもまあ、これも強、これ強いな。でもセンター試験自分も受けたけど明日センターの人全く緊張しひんかったな。スパルタクス出されたら負け。スパルタクス、あ、ランナーさん200円、明日てよ、明日のセンター試験頑張ってのあーが頑張るわ。ちょっと自分明日センター試験だよな。ありがとう、ちょセンター頑張るわ。帝王大学行ったの、あのセンター試験明日頑張るわ。ちょっとあーこんなんやってる場合じゃない、どうしよう。センター行かなあかんの、こんなんやってる場合じゃない、どうしよう。これあれかん、これあれじゃない、あのアミュレット引くってことはセンターのやつがスペルか、アミュレット。帝王、明日のセンター試験頑張ってね。とりあえず運命かな。カンニングしそうな顔だよな。なんでそうなん、まあ、ありか、ありやな、ごめん、ありやわ。前日の夜までシャシャシャしてて草。ウィンドブラスト、マジックミサイル、5点は残しときたいな。まあ、マジックミサイルでええか。こんちゃ、いやー、砂はありがたいな。まずドローから、まずドローから。オッケー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 。これ強ない、これやばいことなりそうな次のターン。またこれなんか理不尽な盤面展開で終わりそうやなこれ。帝王こんちゃ頑張れれれれ。メイドリーダー脱出。ドロシーなくても強心者で殴り殺せるのやばい。強心者やば、マジで狂ってるな。スパルタクスは盤面無視して顔いった方がいいぞ。強心者狂っとんなやっぱり。でもなんかかっこいいから許せるなこのカード。で、おお安い。スパルタクスって6個やったっけ。スパルタ確定サーチ、あーメイドリーダーでスパルタクス確定サーチってことか。狂った今を焼き消し当てたい。進化。ハマグリと志、明日のセンターに出るぞ。西の火焼強、あかわいそうに。マジックオールがやばいの引いちゃったなこれ。あーでもスペ、あーえこうか、あこれやばいなこれ。行くわよ。強心者2個すんなって1になって、あーこれやばい、これこ、あーオールイすぎ、あーあああ、ちょっと待って。あ、やばい。やばすぎる。マジックボールの汁だ。あ、やばい、ちょっと待って。やばいぞ、これ。これやばいわ。やばすぎ。あはやばい。ボンバー言うてるな。リーサル。マジか、こんなことありえん。マジか、強すぎだろ。これ6個数やで、これ。6ターン目の動きやで、これ。強すぎる、6ターン目やで。これから8ターン目、9ターン目やったらわかるけど。6ターン目でこれは頭おかしい。いや、強すぎ。強すぎて草。このゲーム壊れてる。わら。草。いやー、強すぎるな、これは。壊れすぎてるぞ。いやこんなんどのクラスでも返せへんやん。6ターン目でこんなんされたらドラゴンでも返せへんぞこんなん。 PP あれ
メッセージ消されてる。あれ見えへん。あれなんか240円って書いてあるけど見えへんねんけど、あれなんで消されたん。スパチャ消されたえ見えへん見えへん。あ、なんで書いてたん。え見えへん見えへん。え大阪、え大阪直美まではさっきなんかちょっとチラッと見えたけど、なんて書いてた。消されたスパチャ消された。伝統芸能直美消されてテクサまだ下ネタ売ってたってことあ、レタスさん120円。うわ120円、ありがとう。嬉しい。いやー120、あー嬉しい。こんだけしか金ないわ。あ、全然大丈夫やで。120円、ありがとう。まあこれはこうするか。あー微妙やなこれ。これもう一回も負けられないんやけど。スパチャ方天は草。読まれる前に消すなよ。ノーターンで共に狂信者が何かに暴れてるスパチャの法廷導き、なんかニコスの、あー知恵か。うーん、虹の輝きは絶対ニコスに出てくるから、まずは虹、まあ、こっちから打つか。知恵の光、あれ結構傷つくんやからな、お前ら。まあ確かにスパチャして消されたらまあ傷つくやろうな、さすがに。モデレーター削除スタンバってそう。まあでもちょっと自分見てなかったからわからんわ。多分下ネタが結構きつかったんじゃないの、わからんけど。あーこれはありがたい。マジックミサイル撃った甲斐があるな。いや、そのどんなスパチャのやつ撃ったかちょっと見てなかったからわからんねんけど。あ、初見さんいらっしゃい。そこまできつくなかった。刃も2枚来てるし。ランバンさんそれ。知恵の光。そんなきつくなかったわ。いい濁りしたのに。嘘やんもでは草。あ、いや、ちょ、足の小指が痛い、めっちゃ。あ、痛い。アンドレ・アルフス。嘘やんモデレーターは謎。嘘やん、やば。はい、オッケー。ここはじゃあ、あ、ドロシーも引いちゃった。まあ、進化でいいからで、運命ゼロコスにしてって感じかな、これは。それでいくか。帝王様の慈悲。これは勝ちました。まず進化使って、で、運命ゼロコス使うと。また来ますね。ウィンドブラストか。まあ、取るや、取るよな。2やから3で。取れるから、知恵の光打って、まだ知恵の光か。食パンマンそういうのやめた方がいいです。こういって、ここで行くかどうかって話やけど、2点。あ、これ打つやん。嘘やんどの口が言うんや。どうしようかな。なんかちょっと弱いな。でもここで出すの。次行こうか。帝王の目玉にゼラチンを混ぜてプリンにしたい。次やな、これは多分。まあ行くのはちょっとさすがに悠長すぎるような。まあいやいや、いや焦る必要ない、焦る必要ない。出してよくね。あ、出して、出した方がよかったわ、マジで。うーわ。やばいの出てきた。いや、これ出てくるんやったら出さんでよかったかもしれんな。エンスな。嘘やん気もくてくさ。はい、あやぽんちゃん、テオのもでしたいの。あやぽんちゃん、どうしようかな。あやぽんちゃん、したいの。どうしようかな。投げ同士はできないよ、しりしる。エレノは、まあ、これ当ててって感じするか。気持ちが悪い。ははははえ？スポンサーは無料ですよ。なぜとは。さ、落ちました。あやぽちゃん、初なりしたいの。被害者になろう。URL はこちら。URL 省略。あー、下ネタ言いたいな。やばすぎ。めちゃ溜まってない、ここに来る人みんな。モデレーターはなんでそんな溜まってんの、みんな。あやぽんさん、逃げてください。あ、いいカード引いた。なんか溜まってる人多くない、この配信。なんかあー、でもあ、ドロシー出せるやん、これ。無料でスポンサーになれます。
え、ドロシー出せるでこれ。強っ。お願い天使パチャをしてください。私は貴様らを強要しない。私は貴様らを強要しない。逃げるなよ、キル。逃げるなよ、キル。シノネタは配信終わったら連投します。で、もう、あーでも何もできひんのかこれ。まぁ、あ、ちょっと悔やまれるとこではあるけど、まぁ、あ、しゃあないな。テオの首を焼いてスープに巻き、きっしょ。明日スポンサーになるわな、テオ。あ、レタスさん、マジで？ありがとう、レタスさん。マジか。レタスさん、マジか。勝ちました。回線悪いの自分だけかな。あ、もうチョッピーさんは溜まってんの。みんな、あ、回線悪い、マジで。勝ったな。みんな溜まってんな、なんか、溜まってる人多くない？ここ来てる人。お久しぶりです。さあ、エロッコス。ちょっと引いててくさ。帝王に貢いだらスポンサーになれるの。うん？スポンサー？下ネタ言いたい人はモデレーターになった方がいいのか。わら。名前やばい方来たスマイルマン。もう変な人しかいないくて困っちゃうな、これ。どうしようかな。静止参考じゃ。スパチャコメント消した、モデレーター金返せ。変な人多すぎやろ、マジで。ソルコ。ゴーさん、いやな。うわー、これ、しかも返されてるやん、これ。え、マジか。この場面返されんのよ。渋谷さんのコメントおもろいな。わあ、まあまあ、だから共振者、なんでそうやっていい感じで来るんやろ。これおかしいやろ、絶対。帝王の排泄物でバーベキューしたいな。こいつって何コスなん？1コス。あ、こいつ使って。ウィンドブラストはでかいな、これ。帝王の共振者やな。私、行くね。あ、で、出せんのか、これ。ああ。なお、右っついは。ああ。誰か分かってるぞ。逃げるだよ、キル。ああ。下ネタの嵐でくさ。アボカド食って。で、うわ、マジか。ウィンドブラストが7点溜まった。帝王の皮剥いで60度のお湯に入れたいな。キモ。ムジョルさんが救いたい理由がよくわかる配信。ああ、まあ、変わってんもんな、この配信。ヘクター来い。ここ。もう祝福。あれでもこれキツな相手。負けた相手。あ、ま、勝った。差し引きで草。はい。で、こう行って、こう行って、こう行くと。はい。こんなの救えないぞ。生意気でしょ。やりすぎちゃったみたい。初心者が。あと一回勝てばいけんのかな、これ。あ、これじゃあみんな応援して、これ、みんな買ってってコメントして、買ってって。あ、でもこれあと1回勝てば、A グループ進出できるわ、これ。やった。生意気も、負けて。みんな買ってってコメントして、買ってって。は？負け。あ、大阪直美さん200人。私をいじめていいのは帝王様だけ。頑張れ。負けて。いや、ありがとう、240円。勝ちました。240円、ありがとう。ないです。よいしょ。これマジ重要やで、この試合。この試合は本当重要やと思う。勝って、うん、これ勝たんかった。また一番最初からなもん、これ。負けました。いや、重要すぎるやろ。ナオミをいじめたいよう。オーケーオーケー。ニコスもまあ悪くないな。マジックミサイルで強振者と魔法剣も来てる。ないです。負けました。じゃあこれ重要なんやって。これ結構帝王の排泄物です。ただビショップってテミスの審判とか入れてんの、これ。相手が、いや、あー、はい、よきよき。ドロシーちゃん来た。ドロシーちゃん来たのありがたいな。あ、リーちゃん寝る前に YouTube 開いた、放送してた。リーちゃんさん、こんちゃ。いや、この試合結構重要なんやけど、1コス使って。リーちゃん、こんちゃ。悪くないぞ。帝王の排泄物で味噌汁作り対応。きっしょ。いや、これ、この試合重要、重要。いや、エイラか。エイラは小賢しいな。あー、もう、ドロシー2枚か。これ、やばいな。
ドロシー2枚ちょっといらないんだけど、まあまあええか。共振者古谷さんセンスあるな。ちょうど共振者、あでも相手も4コース何もない。ガチでかっこいいやつしかおらんやん。わら、これマジッコル進化使って虹の輝きで戻すか。帝王の流れでお粥作りたいな。なんか今日変な人多くない？なんかガチでキモいやつしかおらんやん。いや、マジでそれやんな。なんか今日どうせ取られんもんな、これ。虹の回帰に戻すか。いやー、でも甘えかな、これ。いやー、まあでもこうでええか。まあええわ。うん、まあ悪くないやろ。チャット欄起床すぎて。あ、ゴロゴロ猫さん、120円。うわ、120円ありがとう。嬉しい。よくわからんわ、この放送。120円ありがとう、嬉しい。ありがとう。チェッカ先に使った方が。あ、チェピカ、これリスナーかこの人。変なやつ率高い。嘘やろ。なんかリスナーじゃねこれ。何もしてこうへんやさっきから。そんなことありえんの？相手も変なやつやん。リスナーか。これリスナーかこれ。アンリミもどうでもうちやな。何もしてこうへんや。テミス待ちです。あ、テミス待ち。いやそれはないやろ。でもテニスとか言ったら何もできひんねんけどこっち。いやいや、テミス、いやテミスはしょうもないわ。そんなしょうもないわ。テミス来い。じゃテミス来るなってコメントしといて。じゃあテミス来るなって、テミス来るなってコメントしといて。じゃテミス来るな、テミスはしょうもないからマジで。テミス来るなっていうコメントしといて。じゃテミス来い。いやテミス来るなマジで。やばくなったらすぐテミス。おやろ。いや、テミス来るな、テミス来るなってコメントして、テミス来るなっていう。あ、オッケー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 。私は貴様らを許容し、あ、じゃあまず運命からか。痛くなったらすぐテミス。あいいやん。イエーイ、こんないけた、やった。はい、テミス来んな、マジで来んな。テミスやめろよ、テミス来る、テミス来ないでってコメントして。テミス来てくれ、頼む。なんでそんなこと言うんよ。テミス、でもエリアにテミスって入んの？テミス来い。テミス来い。いやいや、テミス、あ、やっぱ来ないよな。まあ、オッケーオッケーオッケー。まあ、来おへんやろ、普通に考えたって。エリアだよ。来てくれ。いいやつ。なんでキレてんの？なんでみんなキレてんの？あ、でもそれ強い。テミス来んのかい。来て欲しかった。おい。来て欲しかったってどういうこと？テミス来ないのは小賢し。神父進化。出せよ。わあ。あれこいつスタッツって上がったっけ？あ、でもあれエイラだったかった。看護師の股看護師越し。ご探し。じゃあ、初見歓迎なんやけど、今日の放送。マジでこれ、初見寄りつかねえな、こんなんじゃ。気分を害すわ、なんで。いや、これ、初見歓迎なんやけどな。変な人多いから、ちょっと、すごい空気になってるな。こんな放送に初見来るわけないだろ。あ、ドロシー来たの、大きいな、これ。いや、初見を今日は、なんか歓迎する放送なんやけど。これはムジョルも立ち上がるわ。初見です。ここ必勝すぎなんで帰ります。いや、初見歓迎する放送なんやけど、この放送。いつも見てます。あ、初見です、いつも見てますって、どういうことやね、マジで。初見でいつも見てますって、反対のこと言ってるやん。初見を断り。証券会社です。いや、あ、ジュノさん、こんちゃん。初見秒で逃げるよな。負けてしまえとか言ってる人がマジで小賢しいな。いや、ちょっと初見、ちょっと増えないな、これ。ちょっと汚いわ、マジでコメント欄が。変な人多すぎる。あ、ゲイザー。今度ガチで紹介して。2やから、これ取れんな。初見です。オッケー。なあ、ゲイザー入れてる人も多いな。もうなんか全部スペルであげれるカード入れるの面白そうやな、なんか。初見です。初見おらんのは数カ月ずっとそう。コメント方程しないと初見増えないぞ。マジックオール、進化で、戻すのありやな、これ、マジックオール。初見です。あ、初見さんいらっしゃい。加見です。あ、てか、ドロシー出せんのか。怖いからやつ多いカラーポロさんのライブ行くわ。
固定で200人弱やもんな閲覧者数。これ虹の輝きで戻すか。もったいないけど、まあまあええわ。戻してエンスナーももうここは売っちゃうと。この欄が初見追い出してる。次ドロシー行こう。てか、あーでもマジックオール戻す意味なかったな、これあんまりなかったかもしれんな。女子高生のハイソックス基盤で届いたねんけど。身内に見てるとバレたくない配信者。そんな違うやろ。またドロシー来たんやけど、なんドロシー前が来んのこれ。帝王の全身によだれたらして踏みたい。間違いなくて草。2、3、まあ、うん、マジこれ進化でいいか。パンパンさんそれ。ドロシー、ウィッチャーな、全体軸がないから、一回伸ばしてしまったら勝ちやからな。パンパンさんそれ。これでもエグいな。ドロシーにサタン入れるのもなかなか良かったぞ。私は貴様らを許容しない。で、4コス使えないのはちょっと痛いけど、まあまあ。初見です。あー、オッケー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 。あ、しかもこれいい感じやな。まあ、エレナーとか出した方が強かったけど、まあ。やっぱりみんな同じ顔。エッグトマト。エッグトマト。ドーシー来てる。いやー、強いな。使ってくる。食パンパンさん笑いながら。強いなー。なんか、マジックオール進化はいらなかった感はあるか。ドロシー来るなよ。マジックオール戻す。テミスコイ。特に職場の人にはバレたくない。4、4コス2にシス終わり。あ、でもドロシー、あ、ドロシー来ない。あ、勝ちました。勝ち。もう一体こと。帝王の脇毛でマフラー作りたい。ね、失踪が、あー、また来ちゃうと。トイレでうんちブリブリしてきていい。これやばいな、マジックミサイルで。シル飛ばしてけ。取って。向こうもドロシーでいたらしい。運命。あー、もうやばい、回りすぎてる。なんだこれ。帝王の排泄物でバーベキューしたいな。あ、もう勝ってない。ボコボコや。ボコボコやわ。イノセウス入れてさらに煩わしいねも入れてる。面白いな。ようやく私の出番みたいね。金横井。私だってボコボコ見れてニヤついてます。おー、ドロシー引いていく。朝なし。また100万見せて。ドロシー。そういえば帝王今日夕飯何食った。昼エッグかけご飯。夕飯みんなめっちゃ知りたがるやん、毎回。リノセウス最近コメントにいない。お、エンスナーか。でもエンスナーはエルやから、残しとこ。共振者もちゃんと引いてるぞ、これは。なんでエレノア入れてんの意味わかんなくね。エレノアなんかその、共振者下げたり、ドロシー下げたり。うわ、しかも大手いけかよ。で、なん。いけるわ、これ、まだ、あ、ものし、固まった。ジェジェちゃん、早死にするよ。さあ、三コス。次、精神統一って。夕飯は、夕飯は靴下と白飯。次、精神統一かな、自然の導き。金、妖精か。美味しいご飯食べたいよ。秋尾の手料理食べたい。うん、晩飯はなんか相手最強のあれやで、マジックミサイル、まあこれでいいか。普通になんかスーパーの鳥買って焼いただけやけど、なんか何有権鳥やったっけ、なんか鳥焼いただけやで。いや、鳥のいいとこはなんかフライパンが焦げつかへんのよな、なんか、うん、処理が楽やから。いつも鳥食ってんな。いや、そんなことなく、いや、鳥好きなんよな、自分。明日センターだからそろそろ寝なきゃ。あ、センターの人はもう寝て、寝といても、明日に響くから。鶏肉はインフルエンザ予防に永遠やで。トモグリやめとけ。懐かしいデッキやな。鳥どこで捕まえたんですか。その鳥じゃない。スーパーで買った鳥。今でかすぎる口内炎ができて、野菜ジュースしか飲んでないから。ウィスプスらしい、マジで言ってる、この人。ああ、まあ、次の段超過すんのか。嘘やろ、マジか。鳥さん、かわいそう。ちょ、ビビっちゃったわ。OTK エルフには一生勝てない。まあ、ウィンドウが3やから、それでいけんの、これ。ちょ、ウィスプ出してきて、ちょ、ビビったんやけど。初見。大歓迎されるまた運命3枚固まってる。運命はな、あんま固まって嬉しいカードじゃないよな。勝ち。京都産業大学。しかもこれ、あれやろ。勝った。OTKエルフやろ、これ。
キューピーちゃんの知るやな。 OTK やったらまずいなこれ。そ、なんか早めにドロシー出さんかったらまずいな。ワンチャン次のターン。ドロシー来い。あーでも強信者1枚でも重ねて出したいか。守護君だ。あ、切れた。今度彼女を紹介するわ。あ、ごめん。相手が雑に切ってきたりのセウスを輝きで戻して相手を助けろ。初見さん大歓迎。ごめん、なんか切れたわ。おなら。ホンギー。スパチャしろ。砂。何回一瞬とどまったもう大丈夫やけど。あ、切れた、ごめん。運命。Wi-Fi 本当に変えたの。演出な。切れたから引退やね。運命、打って。ゴーレム。芝生増位。まあ、進化一応使っとくか。Wi-Fi 直してや。小賢しいな。運河が深海殴る。ちょっとギガ使った。おやき、コキ、ヌーロ。ヌーロ光。なんか運命がな、毎回固まんのよな、三枚。これは負け。森の石。虹の輝き。ヌーロ。まぁ、あ、運命打つか。運命2枚打って、あー、ゲンスな。ランケーブル引っこ抜いてやったわ。運命2枚打って、夢夢してそう。で、ドロシー出すか。Wi-Fi 欲しいものリストでもらったって聞いたけど結局治ってないやん。いや、多分たまたま切れただけじゃないかな。なんかたまに切れることあるくらいでも。運命なんで打つの。え、いや、なんかゼロコスにするって意味で。真実。おやきこきこきぬろぬろ。真実2枚。でドロシー。キーン懐かしい。キーン懐かしい。いや、キーンさんたまに来てるけどな。お、魔法剣引いていく。はい、勝ちました。ただ7ターン目に20点入るかどうかやけど、まあ多分無理やな。エンスナガー決まるぞ。わら。あー、こんちゃの、こんちゃん。また止まった。え？まだ止まった？競馬まだやっとん。手加減したれよ。しよう。うむ。ナオミスパチャ頼む。え？あんのこれリーサル。20点。止まった。20点あんのこれ。あれ。え？わ。またとどまったぞ。あ、マジで？またか。脅し屋で。わ。何とどまってんの？え、止まってる今？止まってなくない？ TMT。止まったんだな。小賢しいな。小賢しいな。寂しいよ。エルフ。とどまるんじゃねえぞ。いやさ。とどまってないわ。もう Wi-Fi 買い替えろ。ミノセウス7。私の負け。はい、勝ちました。